っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは査定始めさせていただきます。よろしくお願いします。参ります。ではカメラを変えます。まずこちらお願いいたします。こちらのカメラ、はい、すいません、もう一回カメラ変えます。こちらです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ただ次の、お願いします。はい、すみません、じゃあこちらごめんなさい、お願いいたします。はい、お取りします。あります。抜けます。はい、ありがとうございます。じゃあ次のチームお願いいたします。それではお送りしたいと思います。まずこちら真ん中のカメラをお願いします。こちらでございます。はい。それでは次こちらのカメラをお願いいたします。はい。お撮りします。もう一枚お撮りします。はい。ありがとうございます。では次のチームお願いいたします。それではお取りしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあこちらのカメラをお願いします。こちらでございます。はい、ではこちらのカメラもお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お取りします。もう一枚お取りします。はい、ありがとうございました。では次のチーム最後でございます。それではこちらお願いいたします。はい、ではカメラを変えます。こちらよろしくお願いいたします。お撮りします。もう一枚撮ります。はい、ありがとうございました。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは岸田内閣総理大臣よりお言葉を頂戴したいと存じます。内閣総理大臣の岸田文雄です。トルコ南東部を震源とする地震被害に対する国際緊急援助隊の皆さんの活動に敬意を表したいと思います。地震発生からしばらくの間は断続的に余震が続き、氷点下にまで冷え込む過酷な現場の活動であったと聞いております。今回トルコに派遣された4チーム、すなわち、発災当日に出発した救助チーム、手術機能や入院病棟を伴う初のタイプ2派遣となった医療チーム、その資機材を被災国に輸送し、また国際緊急援助活動としては初の NATO との連携協力を実施した自衛隊部隊、最後に復旧復興に向けて活動した専門家チームの皆さん、こうした皆さん方にはそれぞれが強みを生かしていただき、最大限の活躍をしていただきました。我が国とトルコは互いに困難な時に助け合ってきた歴史があります。1999年にトルコ北西部で地震が発生した際には、我が国は国際緊急援助隊の救助チーム、医療チーム、専門家チーム、そして自衛隊部隊を派遣しました。2011年の東日本大震災では、トルコの
支援救助チームに3週間にわたり、宮城県で懸命に活動していただきました。今回の皆さんのご活躍は、まさにこうした両国友好関係の歴史に1ページを刻むものであると思っています。国際緊急援助隊の派遣は、貢献が最も目に見える日本の国際協力の一つです。普段は国内の病院等で勤務されている医師や看護師、医療従事者、また専門家の方々と官民が協力して行うオールジャパンの取り組みです。我が国は復興に取り組むトルコ政府を後押しすべく必要な支援を継続いたします。今回の皆さんの被災地での真摯な活動は、日トルコ外交樹立100周年となる2024年、すなわち来年ですが、来年に向けて我が国への信頼を一層厚いものとし、両国の連帯および友好関係をさらなる高みに押し上げたと確信をしています。日々の通常業務がある中、困っている被災者のために活動したいという皆さんの熱い思いと高い技術、豊富な経験があるからこそ、今回の日本の貢献が実現をいたしました。その志に改めて敬意を表するとともに、皆さんの活躍に深く感謝を申し上げて、感謝の言葉とさせていただきます。本日はこの度は誠にご苦労様でございました。ありがとうございました。